パ。はい、どうも、竹パス協会でございます。じゅうじゅう言うとります。はい、ありがとうございます。これはね、ただいま黒枝豆をホイルの中水洗いしたやつね、入れてごま油と塩かけてます。うん、焼き枝豆にしたろうと思いまして、で、今日は驚きのものが売ってましたんで勢いで買っちゃいました。絨毯なんですけど、見切られとりましたんで、こうちゃりました。あ、そういう俺箸持ってきたっけ。あ、そこにあるわ。でかない、でっかいタン塩で、でっかい牛タンってことですね。ちゃんと売ってるかな。だもんで、これを今日食べていこう。牛タンが食べたくて仕方がなかったから、最近ずっと食べられなかったから、ここでね、焼いていきましょう。味付けは多分してないと思うんで、塩コショウ先とこうか。念願の牛タンですわ。岩塩と黒胡椒、で一応レモンとネギそこに置いてますんでね。焼いていこう。どうなんやろ、なんか違うんかな。ただでっかいだけかな、切り方が違うだけかな。ちゃんと1枚どれぐらいが1枚なの、どれぐらいが1枚なんかもよくわかんない。1枚か、これ2枚か、2枚やな。なんかね、ちょっと思ってる感じのタンと、1枚かなこれ。1枚か2枚かもよくわからへん。まあいいわ、焼いちゃおう。広げて、この端っこの方、端っこの方くにってなってる。牛タンって俺あんま両面焼きたくないけど、これちょっと焼かなしゃあないな。なんか俺畳んでるもん、ちょっとこの辺。こんなでっかいタン塩、タン塩で牛タン1枚やったのか2枚やったのか、まあいいか。まあ今よいよい、ネギも開けとこう。よいしょ。というわけでビールいただき、おビールいただきます。もうこのカメラで行こうかな。今まで使ったメインカメラも売ろうかな。まだ買って半年も経ってないけど。というわけで、乾杯。うめえ。反対見てて。もういいでしょ。ここで、ここにレモンかけちゃおうか。いきなり。大丈夫これ。賞味期限はもうとっくに終わってるけど、うん、大丈夫でしょ。冷蔵庫入れたら大丈夫だ。賞味期限は4ヶ月ぐらい切れてるかな。まあまあやばいな、4ヶ月って。レモンで、ポッカレモンで、まあいいでしょう。うん、いただきます。なんか匂いがちょっとあんまし良くないな、これ。うん、単勝。あー微妙やな、買わへんかったらよかったかな。ちょっと臭みがある、なんでやろ、オーストラリア産やしかな。まあええわ、しゃあない、買ってもうたもん。めちゃくちゃ薄いんやけど。肉が続いとるな。うん、でも謎肉なんで両面ちゃんと焼いとこう。
まあ今日もね、ちんたらやっていきたい。サイコパスももう12話ぐらいまで、12、3話まで見たかな。この後も見たいから、途中で見つつ、はい、ネギをやって、挟んでいこうか。巻くか。牛タンで巻いたろ。いや。うん。やっぱりちょっと微妙やな、味が。やっぱ違うんやな、国産とかそんなんとは違うんかな。一回冷凍してやるし。なんなんやろ、このなんか残念感。まあ、このワンパックで、900、まあ、1000円ぐらいやって、で、あの半額やった。だからまあ500円ぐらい買っていいんだね、そんだけ。うん、ケチランと普通の牛タンこうだから良かったかもしれんね、うん、これ牛タン食うたことにしたくない。こんなにも違うの味が。切り方が違うしかな。やれよ、こうやって食うもんでしょ、これ一応こんだけでかかったって。2枚で焼いてみようか。厚切り牛タン。足りんのかな、塩は。あ、これ胡椒や。なんだろう、なんか残念感半端ないわ。明日から仕事やの、頑張ろう思ったのに。頑張れへんわ。これじゃなかなか。どうやって消費しようこれ。まだまあまああんねんけど。あ、これちょっと片面でもいけるか。片面でいってみようか一回。切ねえ。もういきなりスタートから切ないんやけど。ちゃんと俺これ顔にピント合ってんのかな。このカメラは優秀やからね。もう一回だから顔に合って。やっぱ近所の焼肉屋で買っとけよかったな、ちゃんと。一人前1000円しひんしさ。何グラムか知らんけど。なんだろう、この残念感。残念でしかないわ。ネギでごまかしていこう。また食わなあかんしな。どうしよう、これどう使おう。またこんだけ残ってる。これでお腹いっぱいなのに嫌やな。何にしようかな。臭みがあんのよね、ちょっと。なんか腐ってたんかな、安売りやし。どうね、ちょっと厚切りっていうか2枚ものにしました。せっかく俺の歯がね治ったからさ、ピント合ってんのかね、ちゃんと。もう分からへんねん、ほんま俺は乱視やから。肉をね、牛タンをガシガシ食うたろ思とったんや。これが安かったからついついこれを選んでしもたんやけど、ちゃんとしたやつ買えばよかったな。何回後悔してんの。まあええわ。枝豆にいってみよう。いけたかな。熱っ。これ枝豆ええ感じや。
牛タンちょっとほっとけへんな、さすがに。ちょっとさすがにこの薄っぺらいの、どうやって消費するかやな、こいつを。食べる切るか、しゃあないな、買ってしもたし置いとけへんし、こんな。なんか味に慣れてきたな、こんなもんな気がしてきた。あと焼き枝豆です。あ、うまい、甘い、うん、うん、うまい。あ、これはもう間違いない。結構でかかったね。美味しいですね。うん、あ、これは酒が先にね、ホクホク。2個争う。あー、牛タン後悔だな。やっぱちゃんとしたやつ買わなあかんわ、うん、そう思い知らされた。もしかしてこれジンギスカンの匂いが残ってるから臭いんかな。なんか臭いのよな。これでも終わりや。2枚ずつ焼いて終わらそう。こんなはずじゃなかったの、こんなはずじゃなかったのに。塩とネギとレモンでごまかすか。開始12分でもう一皿なくなりましたから。肉ってやっぱ大事やね、ちゃんとちゃんとしたの買うのね。もうこの焼き方の時点で赤やろ。もう2枚まとめて焼いてる時点でもう俺の気持ちが折れちゃってるから。せこったらダメだね。なんで思ったやろあの時の俺、もうこれでいいやんみたいな。安いし半額やし、どうせ今日食うし一緒やんってなんか思ってもうたんな。なんか溢れる肉汁も茶色いもんね、ちょっとね。なんかこれなんねんの。アク？なんで外国産ってそうなん？外国産やしってことかな。なんでやろこれ。なんか茶色いんやけど、溢れる液が。血かな。うん、ちょっとなんか焼き魚みたいな味がするね。なんやろ、いろいろなんか悲しいわ、うん、いろいろと悲しい。まあでもこれで終わりやから、もう二度と買わねえこのでっかい牛タン。
残念じゃった。非常に残念じゃった。ポンで飛んだ。なんかカスが飛んだとあった。手で拭いた方がいいか。こびりつく何かをちょっと拭き落とそう。本当は今日と明日の楽しみにしたかったんやけどな、これ美味しかったら。だけど明日に残したくないから食べちゃったな。黒いなんかこんなんで一回引けそう。これどけようか、アルミホイル。アルミホイルシャツないわ。これを分厚く持って、これをトントントンってしたいんだよ俺は。いけるかな、熱すぎて無理かな、熱いかな。で熱いやろ、ほらトントントンってしたいんだよ俺。あ、今あるわこれ、マクドナルド食べたから。これこうやっていくでしょ。あ、でも熱い、これで熱いわ、これでも熱い、これでも糖が熱いわ。さすが焼けてる鉄板。こんなもんじゃ立ち打ちできねえから二重にしてみた。あたたたた熱いよ、もう危ねえ危ねえ、やけどするわ。これで枝を戻してちょっと憔悴しきりますんで、また次なんか食べたら撮ります。じゃあね、よいしょ。はあ、1時間後です。2本ほど見ました。枝豆がとにかく美味しいです。枝豆ばっかこう食べててなくなったんで、ここにじゃがいもを乗せました。もう牛タンでね、腹いっぱい、もういらねえ、十分でしょこれ、今も食いやな。まあそういうわけでね、これウェルケンソンでも 7% もうこれ飲んで、もうぼーっとサイコパス見る。今日は、じゃあ陸揚げ、まあ、この動画的には昨日ですけど、公開したマニアチャンネルのおっさんの生活動画で順調な一日だったと言っとったんですけども、どうもそれがね、そっからねぐたぐちゃにね崩れちゃってね、動画編集したんですよ。今もう8時半、8時半なんですけど、3時にはもう編集しとったんか、2時3時ぐらいから編集してて、昨日の公開したぐうたらおっさんの休日動画の後編と、その後にマニアチャンネルの動画、まあ、そこまで良かったんやけど、その後アクア動画編集してたんですよ。それが終わりかけた頃はね、ちょうどもう5時過ぎ。あ、だけどまあこれぐらいで終わり、もうここから晩酌しようと、牛タン食おうと思ったんや、まあ、この牛タンでしたけどね、がっかりの。でエンコードしてたらね、背景めちゃくちゃブルースクリーンなんだよ、うちのパソコン。でね、飯動画と、マニアチャンネルの動画、まあマニアチャンネルの動画は別に字幕入れへんけど、チャプターつけるのがめんどくさいから、めんどくさいんやけど、まあそれもまあ、まあ字幕打つわけじゃないからいいんですよ。チャプターのその名前入れるところ、チャプターのそのなんてタイトル入れるところで入れるだけでね。まあ、それはまあまあまあそこまで面倒くさくないんやけど、で一番面倒くさいのがアクアなんですよ。字幕結構入れるからカットも取れないに入るし、動画としては俺としてはまあ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 編集してる方。で
その前の2つは一応途中で保存した。編集の終わった時点で一回保存したんだよ。で、2つとも調子良かったのにさ、アクアの編集中にシャットダウンしやがってさ、ブルースクリーンで。ねえ、アクアの動画撮るときってね、まず動画は全部音声なしなんですよ。音声なしというか、あのリアルタイムのカメラの音声は切ってるんですよ。で、これをある程度ぶった切って、これにアテレコ入れるわけ、アテレコっていうかアフレコっていうか入れるんですよ。言葉をね、カットした状態で声を入れる。それを見ながら、ね、でそこに声を乗っけて、それに合わせて字幕を入れていくんですよ。順序的に、俺の作り方は。それがね、それの時はね、2回うまいこと言ってっから、もっと言うのはマクドナルドも入れてっから、4回目やし、もう4回、3回うまいこと言ってっから、4回目も大丈夫かなとね、過信しちゃったらさ、編集中にプトンと落ちちゃってさ、キューチクチャーってなって、で、その時は分からん、ことの重大性が。ダルルまだ編集し直せないあかんやんくえぐらいに思ってたの。いや、いいだね。再編集しよう思ったらね。音声取ってあるでしょ声。で、声はもともと編集したやつに合わせていくから、この編集したやつはとんでもってか、もう一回これ編集し直しなんですよ。わかる？こう出来上がったもんに声を入れてるから声は合うんやけど、出来上がったもんがなくなってして声だけ残っていいやったらさ、声に合わせて編集してからね、今度。終わったら1時間以上かかってたよ。しんがい。んで、キューってなって、んで、投稿して、よっしゃ牛タン食うぞと。なるほど、その前にシャワーも浴びようと。投稿する前でも15分ぐらいかかるからね。15分は大げさか。YouTube にじゃ。まあまあね、エンコード投稿するんで考えたら、ああ、結局さ、ほなか、はあ、終わったらしいですよ。うん、今何時？ 8 時半で、そっからシャワー浴びて、これ何してたん？この1時間半7時からこの1時間半、え、なんでこんな時間飛んでんの？これ何してたんの？オナニーかな。うん、オナニーはしたかもしれんけど、したかもしれんけどと、したかしてへんのか分かってるやろっていう話やけど、うん、この1時間半あっちゅう前に立ってたよ。あ、てかその前に撮ってたか。うん、撮ってたか。だからこの動画撮り始めたんが、じゃあ俺7時ぐらいか、7時過ぎか。じゃあ、それから1時間半何してたんやじゃないもんって。1時間じゃあ見てへんやな。50分ぐらいしか見てへんのか。今だって8時半過ぎてから。7時から始めてさっき撮って。あ、でもまあそんなもんか。7時半ぐらいから始めて撮って。そうや、ボケてんな完全に。俺は今撮り始めた気どうか、1時間半ぐらいどこに飛んでいったんやろか。そりゃそうか、速攻シャワー浴びてここに持ってきてこれやったから。じゃあ8時の動画撮ったのは7時過ぎに撮ってんの。うん、そういうことか。結構ダッシュで来たのにもう8時半やんって思ってちょっとがっかりしたら、サイコパスも2話見てるやん。やばいね、人間こうやってボケていくんですよ。怖っ、怖いわ。うん、まあ、ポテトはうまいけど、あ、枝豆もうなくなっちゃったや、もうちょっとやっときゃよかった。うん、まあ、そういうわけでね、結局今日は順調に一日が終わるようで、まあ、昨日ね、昨日のことだけど、順調に終わってない、そんな日でした。ポテトはうまいよ、これは間違いなく。これは間違いなくうまい。ここにもポテトがあるわ。エバックリマも食べな。
もういろいろとアンチみたいなやつとか罵ろうかなと思ったけど、もう俺のテンションが下がってしまったからやめときます。だんだん赤しやんけどね、登録者数と収益が最近また上がってきてんのよ。なんねえの。一時期これバンと下がったんですよ、うん、でもなんかまだちょっと復活しやしてきてる最近、うん、なんねえのよ、うわからん。どうしたら増えるのかも俺には全くもってわからん。7年も8年もやってきてるこんなことね、どうしたら登録者数上がるのか、ね、分かりませんわまあそれを考えてやってへんからかもしれんけど、まあ、そもそも上がれませんけどね私の動画は、うん、で何に対してアンチを罵ろうかっていうのをそれ忘れたわ。どうでもよくなっちゃってんな。あ、俺最近だけどね、俺は W って使うときは結構あるんですよ、笑うっていうので、かっこ笑いを W、 最近に草って書き上がるでしょ、漢字の草。あれもだから草って打つのあいつらはW やったら早いやん、かっこ笑う、かっこ閉じはめんどくさいでしょ。じゃあそれの省略で W やったらもう一本で終わるのに、それをわざわざ W って書くのを最近は草って書くから、草って書くのあれめんどくさくないのそっちの方が俺草って書くやつ大っ嫌いねんけどうん、草って書いてるやつ、特にコメントで書いてくるやつ、うん、なんだめんどくさくないんかなあれ。 W って言ったら草って言うのに変換してんのかな、わざわざそういうこと書くかな、わからないけど。あとこれも言ったかもしれんけどさ、俺んとこアンチ多いやん、バットとかおしんくやつもいっぱいいるやんか、一人で複数アカウント持ってるやつもいるし、それでちょっと思ったけどね、どうやって俺が動画投稿したの気づいてくんやろなと思ってさ、だってそういうアンチからしたら俺のチャンネル登録はしたくない、俺の動画を再生したくない、そもそも俺が嫌い、そもそもこの3拍子が揃ってるわけでしょそもそもこの3拍子が揃ってるやつが来るわけやんか。でチャンネル登録してる人やったらさ、俺の動画投稿したら通知来んのに、どうやって俺が動画投稿したって分かってくるのかな、アンチって。でお前らのこと言ってんやで、バットを信じてお前らのこと言ってんねや、いつも信じてお前のこと言ってんやけど、どうやって来てんのお気に入り登録してんの、あのチャンネル登録せずに再生数もやらずに、あのじゃあ再生数も増やす、まあ、増やすか増やさないのどうやるか分からへんけど、わざわざその分からへん CM を流さない設定みたいな感じの、なんかわざわざそういう小細工してまで来てんのか分からへんし、まあ、そもそも俺が嫌いやのに俺の動画を見に来るっていうことは、そのブラウザーのお気に入り登録に俺は入れてんのかお前。なんで俺が動画投稿した時に、で結構ね最初に、ま、マイナスの方増えるんですよ、バットの方は。どうやって来てんの、俺のチャンネル登録してんのお前。まあだからそれやったらまあいいよなんか可愛いしそういうやついいよ、その嫌いなくせに登録してるんやったら。どうやって来てんやろな、だって通知来ねえやんそもそも俺が動画投稿したってそいつらのとこに。不思議だね。俺何かしらに、だから俺だ何にしろ、だってあなたへのおすすめとかに出んのかな、そのホーム画面に俺が投稿したやつとか見たから、見に来てるからこいつら、これバカアンチどもね見に来てるから、俺がいやこの人あなたにおすすめで俺がずっと上がってくるのかな、だけどそいつのホーム画面に常に俺のこと嫌いで常にそいつのホーム画面に俺が投稿したやつが映るっていうのも嫌じゃないんやな不思議やのお前ら、うーん、ほんとあんまにあのかわいいわある意味かわいいわお前らある意味かわいいな、うん、それやっとせよどう思ったんだよ、ふとこの間こいつどうやって来てんやろうなって、ほんまにだって来る手段
てか俺は動画投稿したって分かる手段を何かしらで持ってるか常に俺をチェックしてるってことでしょそいつら。だって普通のファンより不安やなそれな。普通のファンは俺が動画投稿したら早く見たいし通知を入れてんのに、お前ら絶対通知入れてへんでしょ。通知入れてるとかさ、トンネル登録してないのさ。いや嫌いのチャンネル登録してんのかな。よくわからんな。まあ多分病気やでお前ちょっとした病気やと思うよ。まあ結構な病気かな。社会的に問題あんのかな。まあそういうやつも重要あんやろな。まあ俺としては重要やろからいいけど、おかわいそうに。まあでもこれからも来いよ。お前の人生のあの花を添えてやるから来いお前の数少ない人生の花を俺が添えてやるから来いよこれからも。はい、まあ、というわけで、まあ、結局アンチに暴言を吐いて、アンチ暴言吐いてない、アンチにアンチを応援してあげたんだよ、アンチを応援してあげた優しいパテモソでございました。というわけでね、まあこの辺はこの辺にしたいと思います。まあ、もう結局30分ぐらい喋ってるよな、もうこれに終わりたいと思います。じゃあね、牛タンは損した。